今ね、ダッチワイフのね、やつ投稿しましたわ。さ、こんなこと言う、台風終わりました。ダッチワイフでね、俺一つ案が出たんやけどね、加納島っておるでしょ。妹の方、あれのダッチワイフ作ってもらったら面白いですね。あれ作ってくれますよ、中国で。あれ10万でしょ、特注やからね、家計10としてね、100万で加納姉妹3人でも10人でも取れますわ。そうするとね、人間分かりませんよ。もう飽きるかもわからん。ほいでセックスできるんですわ、気をつけて。ほいでね、面白い話がね、皆さん、わしはもう面白いからね、愛液、本当の愛液、例えばじゃね、冷蔵庫に冷凍しとくんですわ。ほいでそれを塗ってね、おまんこに毛生えとるから、そのダッチワイフね、これ違反ならんな、そんなこと言って。人殺したらダメよ。ほんで冷蔵庫に母乳とか入れて妊婦のも作れますわ。ほんで目の色も変えられますわ。ほんで口の唇も変えられます。だからね、それね、発見したのはやっぱお金のおかげですわ。これ携帯3台あるでしょ、1台じゃもうダメ。ほんで今福祉の人がね、携帯ね、わし3台固定電話持ってるんですわ。3台あるから1台ずつかけても、1台かからんのですわ。だから電話もいろいろあるんだよね。もうボロやから、もう容量いっぱいからかかんないの。だから1000円の靴下も買えないからね。まあ、それは別として、ディズニーランド好きやから、俺がね、今日ね、オーストリッチのね、中古やけど800円のね、送料込みで900なんぼかな。それ値段調べるんだったら、800円から1600円までのやつね。これ、それを、見えんな。プレゼントしましたわ。だからね、あれね、変な話ね、多分ね、変な話じゃね、アナルもね、あれ穴開いてシリコンやからね、さっきね、これ見てください、ここの中に手の指がこんな曲がるんですわ、これ、こんなして。これ要するに、ダッチワイフと思ってください。ほんで、足のね、この関節も曲がるんです、これ。ほんで、足は開いてね、お座りできんかったから、それちょっと調べてください。中国デリバリーじゃない。中国はデリバリーなんだけど、中国は変なことしたら、中国開いてからね、母乳バスーと。だからね、もうちょっと高等に行くと、AB 型、天才。もう高等に行くと、邪行ってあるでしょ。知ってます？中国に邪行鹿ってあるんですわ。あれね、中国もう邪行鹿ばかし、腰いなくなったぐらいでね、匂いがすごいんですが、要するに脇がの強いやつね。それをね、買ってね、それ高いですよ。脇に塗ったりね、あそこに塗ったりしてね。で、肛門はね、多分ね、穴開いてるから、うんこ好きな人だったらうんこ塗ってね、ぐち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 するでしょ。あ、もうね、ほんとは女いらない。だから、要は金。面白いでしょ。だから人間って、あの子と一緒のダッチワイフ作れるんですよ。面白い時代だな、本当に。まあそういう感じで、第1弾。ほんで、トヨタがね、22兆円、売り上げが、2兆円か。まあそんな感じですわ。従業員34万人。だから暇だからこんなことできるんですよ。暇言うても生活保護でね、これ維持してね、ここにおってね、もうちょっと喋りますわ。これあら、市役所にね、歯医者もそうです。歯医者も危ないですけど、歯ね。よう喧嘩んですわ。歯痛いから、もう甘いとかね、ぼちぼちぼち直さんのですわ。いろいろ都合があって。ね。直せばいいけど、俺が言うて、半年か1年ぐらいでね、これ入れてくださいって、ようやって入れて、それまでね、勝手に、注射打って修理するだけ。だからなんでせんのかな、なんでせんのかなって、早く直してくれるのと、喧嘩になって俺も言うたらこうと思ったけどね、それを抑えた。だから言うたら、もう人間で言うたらカーなるでしょ。それを言うたら終わり。だからこの間ね、金槌持って先生殴りましたわ。だからそういうことにね、お医者さんでそういうこと発展するんですよ。なんか治療の仕方が悪いとかね。意外といろいろなんですよ。で、まあ以上、一回切ります。ダッチワイフはね、特注もあると思うわ。唇も変えられる。もし、ね、指の関節動くわ。また開く。で、毛がついとる。さっき言った通りしてください。愛液母乳ね。ドクドクね。面白いですよ。そうそう、男のもあります。逆に。チンチンの大きさも選べますよ。おもろい世界やの。だからこの金持ち、金かかってます。以上。だからね、今ね、固定電話3台。これが3台。まあ4台だったんですよ。だからこんなことできる。これでね、9年使ったパソコンに借りてね、今1台買いました。8000円。Amazon 8000円中古。調べてください。8000円。
冬の家と。